当にあの力不足で、皆さんを応援していただいた皆さんには、私からもお詫びを申し上げます。今、来られている県民主党も、さらに、今回の協力ができたということはこれ大事なんですので、それを糧に、また頑張っていきたいと思っております。本当にお疲れ様でした。大丈夫ですね、はい、じゃあ、2回目をセットしたのはですね、選挙の情勢で、小池さんが当選したということなんですが、2位は誰かということが確定した段階でやろうというふうに思っておりました。 で、まあ、でも待っててもなかなか数字が出てくるということはなさそうなんですけれども、ちょっとですね、こちら側で記者さんにいろいろ取材させていただいて、各社の出口調査を大体聞かせてもらって、ほぼ全部、宇都宮さんが、ほぼというか全部ですね、宇都宮さんが2位であるということが確実になりました。でしかもかなり、3位との差は開いているという、データが出てますので、そういう選挙情勢になるというふうに確信しましたので、それを踏まえて、宇都宮さんに受け止めを話してもらおうということで、2回目をセットしたいということでございます。それじゃあお願いいたします。はい、どうもすみません。はい、じゃあ、はい、今回答選対本部長の情勢分析の通り、情勢分析をすると2位にはつけてるということで、それは個人の感想としては良かったなというふうに思っております。私が、出馬した、出馬の決意表明した後ですね、多くの野党の皆さんが支援決定をしていただきまして、市民団体、労働団体も多くの市民団体、労働団体が支援をしていただいたんですけど、そういう支援があった中で、本当に順位がですね、ちゃんと確保できないというのは大変申し訳ないなと思ってたんですけど、最低限の責任は果たせたかなというふうに思ってます。で、最終的な表彰を見ないと分かりませんけど、私は先ほどお話ししましたように、選挙は運動だと思ってますから、1回の選挙で勝ち切るっていうのは、それはできたら一番いいことですけど、そこでダメであっても、その課題とか政策課題は残るわけですから、その実現のために運動をやっていきたいと思ってますし、それから今回のコロナ災害の下で明らかになった社会の在り方そのものについても、変革を、今の社会の在り方を変革をしていかなきゃいけない課題が明確になったんじゃないかと思います。そういう意味で一緒に都知事選を戦ってきたですね、野党の皆さんや市民運動、労働運動の次につながる選挙戦になったかなと思っておりますし、そうしなきゃいけないなと。選挙はこれ1回ではありませんし、来年都議選もありますし、そしてその間衆議院の解散もあるかもしれませんね。そういう運動につながる、都知事選になったと評価できるなら、ありがたいなというふうに思っております。またそういうふうにしていかなきゃいけないと思っております。声が聞こえないのです。
私自身はですね、その国政の、要請とかそういうのは結構受けてるんですけど、あんまりこうなんていうかな、あちこちやるっていうのは得意な方じゃないので、それと先ほどお話ししましたように、やっぱり日本の政治全体を変えるっていう意味ではですね、国政に挑戦する人も必要ですけど、地方自治をきちっと変えていくっていうことが日本の政治全体の改革につながるんじゃないかと思ってますので、いろいろこの間も国政の要請はあったんですけど、それはお断りしてますし、その気持ちは今も変わらないです。そして引き続き都政の監視とか、まあ、私は地元でですね、高等市民連合という運動、市民運動の共同代表の一人をやってますけど、まあ、その中で高等区議会の監視とか傍聴とかですね、区政を変えるための運動も、区民の皆さんと一緒にやってますので、そういうことに力を入れていきたいな、そういうふうに思ってます。政党のトップではなくて、その実際支持者の層の活動ぶりっていうところから育っていくことの大切さを強調されていたように感じるんですけれども、はいはい、実際にその今回の選挙の中で候補者として戦われて、そうした草の根の活動の動きぶりとかですね、評価されている点があったら教えてください。はい、その市民運動については、まあ、どなたかも発言されたかもしれませんけど、かなり政党支持の枠を超えてですね、横につながった運動が各区で、自治体を中心に自治体でできてたような感じがします。で、まあ、その市民運動の中に各立憲民主党、社民党、共産党などの都議会議員、あるいは区議会議員、市会議員も一緒に参加した横に連なった運動ができてたようです。で、そういう運動は2012年、14年の時はなかったなというふうに思ってまして、まあ、それはいろいろ2015年の安保法制に反対するような運動から広がっていったのかもしれませんけど、市民運動も政党の、枠を超えた運動に、いろんなイデオロギー的な立場はあると思いますけど、それを超えたつながった運動になってますし、そこに今政党の支部の方とか、それから市会議員、区議会議員、都議会議員なんかも一緒になってやっている運動、こういう運動っていうのはこれまでなかった運動だと思います。ただ選挙結果がああいう形になったのは、そういう運動も含めて、我々の運動も含めてですね、保守の自民党や公明党や都民ファーストの運動を上回れなかったということの、結果でもあると思っておりますから、そういう運動をもっと数倍、数十倍、強力な運動にしていかなきゃいけないんじゃないかなとは個人的には思ってます。で、そういう運動が発展するように私も、応援をしていきたいと思ってますし、まあ、自分も江東区の中でですね、そういう運動をやってますから、さらに運動が広がるように頑張っていきたいなと思ってます。一度マイク失礼します。江東区の説明します。はい、はい、とてもいいご質問だったんで、ちょっと選対本部長として、まあ、実際の、実務を預かってた立場としてですね、感じたことを一言だけ述べますと、各地でですね、もちろん選挙戦が始まる、段階で少しその、まあいくつかの政党と市民団体とでですね、うまく息が合わないようなことがあったかもしれませんが、急速にそこがですね、息が合うようになって、まあ、ポスターを貼るとかチラシを配るとかですね、いろんなことがすごくスムーズに進むようになっていきましたし、で、なんて言うんでしょうかね、心が一つになっていくというような感じがしました。まあ、そういう意味ではこの選挙戦を通じて、その課題がはっきりした、そのコロナの下でどうやったら都民の命、
生活が守れるかということをみんな一緒に考えて、でそして宇都宮さんが示している政策のもとに、たくさんの人が結集していく、一つの例えば例を言いますと、野田さんが街頭に立たれてですね、今の東京のそのこの15兆円の財源を任せられるのは宇都宮さんしかいないんだっていうふうに言われた場面があったと思うんですけれども、やっぱりどんどんその、ウィングが広がっていった、そして、市民のその気持ちも、そして政党の気持ちも、一つになっていく過程を感じることができて、それは本当にこの選挙戦やってよかったなと思っている点です。ありがとうございます。はい、市民が育ち合う選挙だったっていうことですね。はい、ありがとうございます。他にはどうでしょうか。あ、はい、ちょっとね声が聞こえないらしいのでこちらでお願いします。はい、日本放送畑中と申しますが、今の質問からちょっとまた違うんですが、衆議院選挙につながるというお話もあったんですが、今回のその選挙はこの国政というレンズから見るとやっぱり野党がこうすごくこう分かれた選挙だったと思うんですが、そういう目で見た場合にこの衆議院選挙の次につながるというのはどういう形がこう考えられるのか、宇都宮さんにちょっとお聞きするのはちょっと厳しいかもしれませんが、ちょっとご本人で、今まとまっていることがありましたらお聞かせいただけますか。はい、衆議院選挙につながるどんなことが考えられるかということでしたね。お願いします。野党が分かれたということですけど、野党の中で国民民主党は自主投票を決められたんですね。それから令和は独自候補を出したということで、それでただ国民民主党の中には皆さんもご存知の通り小沢一郎さんや平野幹事長、それから、原口国対委員長、それからあと小熊さんでしたかね、有力な議員が応援に駆けつけてくれたということとか、それからそういう国民民主党とは違いますけど野田前総理とか岡田副総理なんかも来たということで、そういうまとまりはあると。ただ令和がどうされるかっていうのはそれは令和の判断だと思いますけど、野党は全体としてまとまる方向で、私を応援する形でまとまってきてたんじゃないかということと、それから市民運動 の, グループもその都内にある25の衆議院選挙区を中心にした市民運動がまとまった形で選対と連携を取りながら都知事選を戦ったという形跡になっているので、それはそのまま衆議院選挙になっても市民運動が野党と一緒になって戦う体制づくりがさらに進んだんじゃないかと 思いますということで、先ほど衆議院選挙につながるような運動にもなってるんじゃないかと言ったのはそういう趣旨なんですね。はい、これを機に野党がまとまるというような、そういう認識ですか。少なくとも都知事選で私を支持する方向に大きくまとまりつつあったというのは間違いないでしょうね。ただその令和の方がどうするかっていうのはそれは対立を出してましたので、その辺は不透明ですけどね。それから市民運動の中でそういう野党をと市民運動がまとまってその衆議院選挙を戦おうっていうのはさらに市民運動レベルは進んでると思います。今までバラバラだった、十分対応ができてなかった区もあったと思いますけど、さらに一歩進んだんじゃないかと思います。はい、じゃあ岡田事務局長。はい、事務局長の岡田でございます。はい、お願いします。岡田です。今宇都宮さんが各地域のですね25選挙区がまとまる形で知事選挙を戦ったというお話をされていました。で、私は実は高等市民連合の事務局長も兼ねているんですけれども、都内25小選挙区を単位に宇都宮さんを支援する政党、立憲民主党や日本共産党や社会民主党、この人たちが中心になって、もちろん新社会や緑の党も加わった地域もあります。市民の、その一緒に選挙、宇都宮さんを
応援したいという市民連合やさまざまな市民組織が力を合わせて、それぞれの地域でですね、小選挙区を単位にしながら、今度の宇都宮さん支援の大きな連携したその戦いを組んだと。でこれはもうすごい、その中身はですね、本当に今まで各地域でそういう皆さんが一緒にやるっていうのはなかなかわだかまりがあったり、よそしさがあったりしてきたものですが、もちろん地域によって進んだ目黒世田谷などの経験はありますけれども、そこがもう本当に心が通い合うですね、素晴らしいその選挙戦を各地域で繰り広げていただいたと。でそこにさまざまなそういう政党や議員や諸勢力が力を合わせたと。これはもう東京で今まで参議院選挙は1単位じゃありません。で小選挙区もまだ始まったばっかりですが、素晴らしい財産が今後の総選挙区、特に小選挙区でのそういう共闘の基盤になるという、そういうその経験をですね、作り上げたのではないかと確信しています。以上です。他にご質問よろしいですか？大丈夫ですか？はい、あどうぞ。はい、そうなんです、声がね小さいって言われちゃうので、お願いします。フリーランスの麻生って言いますけれど、今回のこの選挙で令和無党派的な人たちの、熱狂もあったし、それから宇都宮さんっていうね、伝統的にこうやっぱりこう革新勢力の中の、核といいますか、でこう2つがちょっと割れてしまって、とっても残念で、どっちに入れていいかわからないという人も多かったと思うんですね。でこれが小池さんもすごいもう元から票を取ってる人ですからね、なかなか超えるのは難しいっていうのは向こうの方も市ヶ谷の方でも認識している方は多いと思うんですが、これ次の衆議院で選挙区でねこういうことが起こりますと、私は杉並なんですけれども、相当立憲の候補者の方がね自民の方に1万2万でこう迫ってるようなところって多いと思うんですね。あるいは逆に1万2万で逃げ切って当選している人も多いと思うんです。でここにこういう現象がもし仮に、令和とのねこの共闘関係がどんな形になるか分かりませんけれど、こう立ってしまってそして分裂になった場合は、これは小選挙区ですので、これは国会の6、70で踏ん張ってる立憲の方がね半減するような可能性っていうのは私はあると思うんですよ。はい、そういう危険性もあるんだっていうことを認識していらっしゃるか、そういうことです。はい、それは本ですか？はい、すみません、お願いします。その令和とですね他の野党の関係っていうのはあまり私はそんなに詳しくないんですね。これまでもなんか都知事選の出馬のいきさつでいろいろ新聞報道であったようなことは聞かれてますけど、そんなに詳しくないです。だからその衆議院選挙で野党と令和がどういうような調整されるのかっていうのはちょっとそこまでは見通せないところですね。それから都知事選でこういうふうになったから、もう衆議院選挙も、令和は全ての選挙区で対抗馬を立てられるのかというと、必ずしもそう直結しないんじゃないかというふうに見てます。また令和の方は衆議院の候補者はいくつか候補者出してますけど、全ての選挙区にまだ出してないんじゃないかと思いますので、その辺は野党と令和の方の調整がどうなるかっていうことになると思いますけど、その辺はちょっと見極めは私自身は政党の幹部でもないし一市民活動家ですので分かりかねます。はい、はい、他にご質問ある方いらっしゃいますか？お先に手挙がったのでちょっとお願いします。
フリーランスの田中と申します。今回宇都宮さんの支持がですね、10代20代かなり人気があったというようなことが今見えてきているんですけれども、かなりこういった選挙演説を通して訴えられてきたことっていうのが少しずつ浸透し始めているのかなと思います。そこで改めてその選挙終わった後の都政に対して訴えていきたいこと、今後の活動としてやって特に心力を入れていきたいことを改めて教えてください。この先ですね。はい、ありがとうございます。お願いします。まず感染症対策はですね、緊急の課題になっていると思います。で、今日ちょっとこの iPad のいろんなニュース見てると7月1日の発表が67人だったけど、実はあれ130何人だったということでね、そうすると7月1日から100人台が続いてたってことで、まあ、私たちは東京アラート解除後少しずつ増えたんですけど、やっぱり100人っていうのはあるステージにも達したんだということで、それまでの選挙運動もちょっと考えなきゃいけないということで、最終日の、まあ、渋谷あたりで予定してた最終凱旋は取りやめで、まあ、1人で都庁前でですね、私1人で最後の街頭演説やったんですけど、そういう状況の中で政府もそうですけど小池さんもきちっとした対応してないですね。言葉の要警戒とか夜の街注意っていうのは言ってますけど、それ自体は何ら言葉だけであってね、具体的な対応をしてないので、私自身は相当PCR 検査を、ね、抜本的に強化しないと、これから感染が拡大する中で、非常に、まあ、いずれ病床は今空いてると言ってもだんだんそこが埋まってくれば医療崩壊の問題が起きますから、日本政府にも東京都政も PCR 検査をちゃんと抜本的に強化しないと危なくなると思います。それが一つですね。それでそれをやるためにも保健所や都立病院、公社病院の充実強化を図らないと第2や第3波に対応できないんです。で、この点を小池さんは非常に軽視してますね。それからオリンピックの対応なんかもそういう問題があって、中途半端な簡素化とかいうことではなくて、ちゃんとやっぱり選手の命や健康のことも考えて、WHO とかですね、国内の感染症専門家とやってはっきりとした決断を早期にすべきだと思ってますね。それからあと学生さんとか若い人の中でどういうふうなぜ支持が広がってるのか、私もよく自分自身がよくわからないですから、人からはどう見えるか分かりませんので、ただ私が訴えたのは一つは小中学校の給食の無償化とか、大学の都立大学の大学の半額化とか将来的には無償化、こういうことはですね、学生の皆さん関心があるんじゃないかと思うんですね。ご承知の通りコロナ災害の下で、パートとかアルバイトをしていた学生が仕事がなくなったり、親御さんが収入が減ったためにね、ある学生団体がアンケートすると5人に1人が退学を考えているという結果もありましたので、そういう学生さんにとって、授業料の問題とかですね、それと緊急対策プランとして学生に対する支援っていうのを打ち出してるんですけど、そういう政治っていうのが自分たち の環境にですね、ものすごく影響があるっていうことが気がついた学生も多くなってきてるんじゃないかと思います。政府に対してもいろんな要請をやりましたよね。だからそれはいいことだなと、若い人がこれから日本を担っていくわけなん で政治っていうのは特別な人がやるんじゃなくて、一般の市民が政治的な関心をどんどん持って、先ほどもお話しましたけど、日本はまだまだ投票率が低いと思いますね。18歳選挙権というのはもう選挙権を持つ国民高校生は主人公ですからね、主権を行使をして、日本の政治を自分たちで決定していく、都政を自分たちで決定していく、そういう若い人がどんどん出てくれば必ず社会は変わっていくと思いますので、都知事選を機に若い人が
都政に関心を持ってもらったっていうのは、それは非常に大きな財産になると思ってます。大変ありがたいと思ってます。ご質問いただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。もう一方、電話です。あ、これ、自分でいきます。今、若い人の話もありましたけれども、先ほど後継者のお話も出たと思います。その後継者作りというか、具体的になんかそういう考えがあるのか、それとあとは今回、一人で出馬されて、少しずつ組織が出来上がってきたっていうのも、なんだかその後継者作りというところに考えを及ぼしているのかというふうに。実はですね、希望の町東京をつくる会では宇都県ゼミというのを やってて、でその中から地方議員も出てるんですね。でそういうことはやっていきたいなと。でそういう人たちがいずれリーダーになっていく、地方政治のね、あるいは中には国政に行くかもしれませんけど、それから私は日本はもっと市民運動をやってる人が手を挙げて議会、地方議会でも国政でも進出すべきだと思いますね。日本っていうのは市民運動は市民運動、その議員さんは議員さんって分かれてるんですよ。でどちらかといえば、まあ、3.11 原発事故が起こるまではそういう反原発運動をやってる人はずっと そこをやってて、その中から国政に出ていくとかそういうことじゃなくてね。だけど原発問題でもあらゆる問題が政治と直結しているわけですよね。だから政治を変える運動じゃないと、市民運動じゃないと目的を達成できないはずなんですけど、そこの考え方が日本っていうのは非常に、韓国なんかも活動家がどんどん議員になってますからね。だから活動、市民活動家がどんどん手を挙げて議会に出ていく、国政に出ていくようにすべきだと思ってますね。でここに弁護士のからいろいろ応援が来てますけど、人権を考える弁護士は人権課題を達成するためには法律を変えるとかですね、制度を変えるしかないんです。でそれを決定権は国会とか地方議会の条例なんですね。だから人権運動やってて、なんで政治に行かないのかって、私は不思議でたまらないのね。私はもう、多重債務問題やったり、そういう貧困問題やったら、政治と直結する問題だから、たまたまそういう政治を変えることが、その貧困や格差にまくすことにつながると思って、手を挙げたんですけど、そういう反貧困運動やってる人は、もうどんどん政治に出ていくべきですね。そういう活動家こそが市民とか現場と直結してますからね。日本っていうのはやっぱり政治家がやっぱり運動と密着してないと思います。乖離があると思いますね。だからそこが国民の声がなかなか伝わらない一つの要素にもなってんじゃないかなと。とりわけ今の自民党というのはそういう傾向があって、まあ、だから今度の安倍さんのコロナ対応でもね、マスク2枚を配るって発想、短絡的な発想ですね。そういう人たちの生活とうめき声を上げている生活が遠いんですよ。ということは足場をそこに置いてないんですね。だからもっと足場で、ホームレス支援とかそういうことをやってる人はどんどん政治の場に進出すべきだと思いますね。それを変えない限り決定的な改革はできないですね、というようなことを考えた。だからそういう運動を広げる中で後継者がね、だから私が考えているのは市民運動をやると同時に議会にも積極的に出ていってもらうような運動をやっていきたいな。だから宇都県ゼミからそういう議員さんが出てきたっていうのは非常に評価してますので、一旦中断してますけど、そういう取り組みがやれたらいいなと。みんなで運動をやりながらですね、地方議会を変える、国政を変える、そういう運動をやれたらいいなと思って。ただそれのスパンは、私は日本の政治を変えるのはあと75年くらい変えるんじゃかかるんじゃないかと思う。サラ金一つね、グレーゾーン金利やって30年かかってるでしょ。総力を挙げてやったんですけど、そのくらいのスパンで、だから当面をどうするかということと、長期的な視野を持つような市民運動を育てる必要がありますよね。もうこれが最後のチャンスだっていうのがありましたけど、そんな短絡的な運動で75年続いた保守試合がね、変えれるはずないです。もっと地に足をついた運動を根深くやらないとダメです。実際
都知事選だと区議とかやっぱり都議とはやっぱりその資質も違うだろうし、その出す候補者、後継者として出す人っていうのもやっぱり育てていかなきゃいけないと思うんですが、そこら辺はやっぱり方法論としてはかなり難しいのかなっていう気もしながら、いやそれはそういうのは運動の中で生まれるんじゃないかなと思ってます。運動が前進する中で活性化する中で必ずリーダーはその中から出てくると思います。だから問題はその運動が底上げなくして、まあ勝とうというのはねなかなか難しいと思いますね。先代の力ってさっき言ったそうそう、うん、ありがとうございます。他にはどうですか、よろしいですか、手を挙げてらっしゃる。はい、じゃあちょっと声がねやっぱ聞こえないので、こちらに、じゃあこちらにお出になってすいません、朝日新聞の荻原です。先ほ前 の会見の時に都政の争点や課題をある程度まあ、制約がある中でも明らかにできたと思うと、ただいわゆる討論会とか論戦がないことでそれがこうそういった部分は残念だというふうにおっしゃっておられたと思うんですが、どの部分が、まあ、こう明らかにといいますか何ができて、ただそこから先にそのいわゆる有権者の行動につなげるための何かがその論争がなかったことで至らなかったものがあるんだと思うんですが、その点をちょっと改めてなんですが詳しくお伺いできたらと思います。すいません、申し訳ございません。いろいろあるんですけど、例えばカジノの問題ですよね。カジノの問題はご承知の通り横浜の市長選で林市長はカジノは今のところ白紙だと言いましたよね。それで当選した途端に進めようとしてますよね。だからこういう問題についてをもっと迫ってですねいけたら、その非常に小池さんもイエスかの曖昧な答えができないところまで追い詰められたら、事実上カジノはもう導入できなくなるのになというは思ったんで、そういうような場面があんまりなかったんですね。つまり本当はこの選挙戦の中でイエスかノーかっていうことをですね迫ってね、でカジノについてのそのどういう問題があるかについてね議論の場になってたら、そういう議論を踏まえて、まあ、自分はその当選した後に、もうシャーシャーとねカジノを誘致することはできないような選挙戦にしたかったなという思いもあるんですけど、なんとなくその直接的なねそういうことやり取りっていうのは非常に制限された中で、私はカジノは中止だと言ってもそれを小池さんに迫りきれてないんですよ。だからそういうちょっとまあそういう問題があるっていうことは都民伝わったと思うんですけど、小池さんの現地を取れなかったですよね。あるいはその現地を取る周辺までやっぱり攻めありきるような論戦もなかったということで、小池さんはそんなことあったっけということでまたシャーシャーとじゃあカジノは誘致しますって言い出しかねない状況になってると思います。まあ、そういうことが多かったってことですね。大丈夫ですか、続けて、はいどうぞ。マイクがすいません。すいません、なので論戦があれば現職の方の立場も明らかになり、それが投票という意味では有権者にとって投票の判断材料につながって投票行動に結びついたのではないかと、そこが先ほど届かなかったとおっしゃっておられた部分という理解でよろしいでしょうか。そういう投票行動も影響するし、そこで公開の討論の場で言ったことっていうのはやはり真反対のことをやりにくくなるんですね。でカジノの問題はずっと石原さんの頃からそういうカジノ、お台場にカジノって言われてたんですよ。それで一回ですね2014年 の, 公開討論の場でその時は私と松添さんと玉上さんと細川さんだったと思いますけど、私はカジノだけはね導入すべきでないって言ったんです。みんな他の候補が賛同したんですね、舛添さんも。
だから松添さんの知事の時代はカジノの動きはなかったんです。だからそういうみんなが見ている前で公約させるっていうのはね、非常に縛りになってくるんですね。ところがその今のあれはなんかあやふやな状況に終わってしまっているので、またカジノ反対運動は私自身もやってますのでね、これは反対運動を強めていかなきゃいけないなと。下手すればそれこそ経済が沈滞化するな、コロナ災害の中でね、経済が行き詰まった時にもともとカジノ導入でそれこそ稼ぐ東京とかそういうこと言ってますからね、起爆剤にしようとする危険性があると思いますね。もともとオリンピックの後の経済の沈滞をから脱却する起爆剤にカジノを考えてた節があるんですよ。だからそういうことを阻止する運動はこれから強化しなきゃいけないなと思ってます。よろしいですか。はい、ちょっと補足の説明します。いや、一言口を挟むとですね、争点が明確になっていった、例えばコロナの問題についてもですね、宇都宮さんの訴えは非常にはっきりしていて、きちっと経済を成り立たせるためにも徹底した検査しなければダメなんだって、まあ、これは訴え続けたわけですけれども、まあ、先ほど来からですね、まだ正確なその何歳代がどれくらい得票とは分かりませんけれども、出口調査なんか見ると若い層が宇都宮さんを支持しているっていうのはですね、そのそういう具体的な訴えがネットをちゃんと使う、まあ、要するに若い世代はみんなスマホを見てるわけだから、それちゃんと伝わったんじゃないかと思うんですよね。だからそういうやっぱ本当に争点に関してどういう違いがあるかがはっきり分かった場合にはこちらが支持されたということが言えるんじゃないか。おそらく同じような反応はきちっと全部争点が伝わっていればあらゆる年代で起きたはずだと思うんですよね。別に若い人が特に支持してくれたのは もちろん宇都宮さんは優しい感じなんで若い人に受けたのかもしれませんけれども、やっぱりどれだけの訴えが届くかという点において、今回の選挙でやっぱり、地上波のテレビがなかった、しかしネットでは 大展開してて我々の認知度は非常に高かったと思うんでですね、そこが現れてるんじゃないかなというふうに全体としては分析しております。他にご質問のある方いらっしゃいますか。マイク回します。すいません。すいません。お願いします。あ、すいません。毎日新聞の内田と申します。お疲れ様です。ちょっと2点ございまして、1点、ごめんなさい。ちょっとこのようなことを聞くのは失礼なのかもしれないんですけど、今回の選挙戦でですね、現職の小池さんは、先ほどもあったように、徹底的に、ネットでやると、あと公務に集中するということで、全く表に出てこなかったっていうことが、盛り上がりに欠けた点だと思うんですけど、そういうこんなことを聞くのは失礼かもしれませんが、小池さんの手法について、宇都宮先生はどのようにお感じになってらっしゃるんでしょうか。あともう1点、もう1点、先ほどネット選挙の話、ちょこちょこいろいろ出てるんですけども、で一定 の, その効果はあったのかなとは思うのですが、また、すみません、YouTube のサイト、チャンネルとかですかね、見てると、なんか思ったよりも、なんかこう、なんですか、視聴回数が そんなに、ごめんなさい、多かったかどうか、ちょっとあんまり多くなかったのか、例えば、変な話ですけど、立花さんとかだと、票につながってないのかもしれないですけど、かなりのなんか視聴回数が稼がれてたりとか、ちょっといろいろ差があるんですけど、本当にそのネット選挙の効果っていうのは、どれぐらいあったと、もう感じられてるのか、ちょっとその2点、もう一回お願いします。質問で、1つ目は小池知事への手法についてで、2つ目はネット選挙、全般ですね。はい、小池さんがもう出ないということであって、毎日の会見も部長とか課長がやってたらだいぶ違ってたと思います。ただ小池さん自身は毎日感染者を発表するのを会見をやって、それは毎日のように地上波で流れてるんですね。だから地上波の露出っていう面では彼女の一人勝ちなんですね。
だから本来なら公正な選挙だと、まあ自重してね、課長にやらせるとか部長にやらせるとか副知事に会見させるとかね、そういうようなことをやれば、まずあの会見に全く出なければね、相当違ってたと思いますよ。だけどその会見に我々同席するわけにはいかないですね。公平にあれでその会見は、まあ、人数間違ってるだろうねってツッコミを入れるわけにはいかないですから、だからそういう意味ではあの小池さんのやり方は非常に巧妙でね、その現職っていうのを最大限利用していると、まあ、利用できたのはコロナ禍だからと思うんですね。あのコロナ災害がなかったら連日テレビに出て会見しても誰も取り上げない、まあ、金曜日にいつもなんかやってたようですけど、それ対して取り上げるネタがなかったら報道しないと思いますけど、コロナ災害だからこそ最大限それを利用されたんじゃないかと思いますね。だからそこがあの小池さんの巧妙なところっていうか、あのうまくメディアを利用しているところかなと、まあ、まあ私は思っているんですけどね。それに対して私たちのあれはその各選挙報道で、こういろんなとこ街頭でマイク持って訴えてる場面だけしか出ないですから、テレビの露出度はもう彼女が圧倒的に、もう優勢なんでね、そこの問題っていうのはずっとだ あって、彼女は街頭に出なくても一人勝ちなんですよ、うん、それからネットの問題っていうのは、ネットはその私の評価ですけど、私たちの選対はあのよくネットを駆使して、選挙戦の中でその役割を果たしたんじゃないかというふうに思ってますけど、ただネット環境自体があの日本はまだ全体として送られてますから、地上波に打ち勝てるようなメディアになってないですよ。まだ圧倒的に地上波が有利です。だからそこの限界っていうのが今回の選挙にも表れてる。だけど相対的にコロナ禍ではネットをやっぱり利用せざるを得ないし、利用するのが正しかったんで、それでまあそういう運動もあって、もちろん野党の皆さんの応援とか市民運動労働団体の応援もあるんですけど、まあ結果的には2位に2番手につけられてたのかなというふうに思います。よろしいですか。他のネットだったり、その選挙戦の中身について、それぞれ の手法についてはまた総括の上で皆様にご報告したいと思います。よろしくお願いします。他にいかがでしょうか。はい、どうぞ前の方にではお願いします。すいません、よろしくお願いします。実は今メディアの方に本当は伺いたいんです。宇都宮さんの YouTube が弱かったとか、あるいは発信力が弱かった、それはそうかもしれません。で、同時に公平に出さなきゃいけないという話なんですけれども、新聞社各社テレビ各社皆さん各候補に声かけました。例えばうちは1人1ページ用意します、二十何名いますから二十何ページ用意します、それで出たくない人は別に答えいりません、ちゃんと1ページ用意しますから1ページうちの記者と対談してください、そんなページ作る気ありませんか。だってそれやれば全部出てくるじゃないですか。自分で指出しもせないで、それで公平じゃない公平じゃないっていうのは非常におかしいと思います。宇都宮さん自体はどう思われます。はい、ご質問でまとめてくださいね。はい、どうぞ。まあ、基本的にはやっぱりメディアの方のやっぱりそういう努力とか、よく私が違和感感じてたのは、今回のコロナ禍 の選挙戦は盛り上がっていませんけどという、どう思われますかという質問をよく受けたんですけど、その盛り上がれない要因は皆さん方メディアが作ってるんじゃないですかということを一歩ツッコミを入れたくなるような質問が多かったんですけどね。それはさっきの言ったような討論会の企画が全くなかったというような問題でもあるわけですね。まあそういうことも、ただ それを現場の記者に言って、もうどれだけそういう会社の方に影響するか分かりませんけど、
全体としてそういう問題があるということはぜひ認識をしていただいてたらと思います。でそれは私は日本の選挙運動のあり方をの問題があって、私は公職選挙法を相当抜本的に変えるべきだというふうに感じてます。その今のあのテレビ討論をやるかどうかっていう自主的な判断で任されてるわけですよね。だからそうじゃなくて必ず義務化してですね、最低1回はあの候補者の討論をやるとかですね、そういうことをあの公職選挙法できちっと義務付けないと、あのそれこそあのメディアの判断でやったりやらなかったりしますのでね、まあ、2014年の選挙の時もある候補者が企画オファーはもう10回以上あったんですけど、そのうちの半分以上その主要候補が断ったので潰れてしまったんですね。だけどそれは出ないのは勝手に沿って残りでやればいいじゃないかと僕は思ってたんだけど、とかそういう義務規定がないので、あのテレビメディアはその人が出ないと多分視聴率が取れないというような判断とかそういうのがあったんかもしれませんけど、ただその選挙の問題で視聴率だけで考えていいのかどうかですね、やっぱり社会的な公器ですから、あのその有権者にちゃんとした情報を伝えるっていうのもメディアの役割じゃないかと思いますので、それをやっぱり公平に伝えられているのかどうかっていう、ようなことですね。だから特に地上波の場合は小池さんは連日会見で出てると、それは現職の行為だというのにしても、現職が知事が会見してるところばかりじゃないわけですね。地方 あの、コロナ感染者の発表はせめてそういうやつは現職が出る場合何らか代替措置で他の候補者の発言分を同じ時間を取るとか、その少し控えてもらうとかなかったんかなと思いますけど、まあ、これは後からのあれですけど、ただそういうテレビメディアと選挙戦の問題は本当にあのきちっとあの議論する必要があるし、これからあの大きな課題じゃないかと思いますね。メディアとその選挙戦の問題。ありがとうございます。よろしいですか。はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。大丈夫そうですか。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとマイクを返して、はい、はい。長時間にわたりましてありがとうございます。ではあの娘さんからちょっとあの17日間ですね、あの戦ってきまして、先ほどお話しましたように、あの私一人ではこういうことはとてもできなかったんで、本当にあのこの市民戦隊があって多くのボランティアで助けられて戦い抜くことができました。またあの多くの野党の皆さんとか、その都議会議員や市議会議員、区議会議員の応援や市民団体、労働団体の応援でやってこれたと思っております。残念ながら当選することはできませんでしたけど、この、結果まだ正確な結果は出てませんけど、こういうあの運動がですね、まあ、選挙っていうのは結果が非常に重要なんですけど、やはり一つの運動ですので、この運動があの次の、選挙もそうですし、都政を変える、あるいは国の在り方、社会の在り方を変える運動につながればいいなと思ってますし、私はつなげていかなきゃいけない、多くの人が、この選挙戦で、こう力を出して、それが一定 の成果を上げられたと、当選は叶いませんでしたけど成果を上げられたと思います。これをバネにしてですね、次 の運動につなげていきたいと思っておりますし、私個人はずっとまた都政を監視する運動を続けていきたいと思ってますし、まあ、いろんな持ち場で足場で市民運動をやってますから、それをあの、続けてまいりたいと思っております。だからメディアの方はあのいろいろ多分この選対担当の方だと思いますけど、17日間非常に密着取材をしていただきましてありがとうございます。非常にあの好意的に報道して、いただいて大変ありがとうございます。まあ、あのまた、こういう選挙いつあるか分かりませんけど、他の場面でお会いできていろいろ、お話できたらと思っております。長期間ありがとうございました。
では選対本部としては皆様には本当に長きにわたってありがとうございました。不手際があったことも多々あると思いますが、また宇都宮検事もこれから運動を継続していくという決意を述べさせていただきました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。誠にありがとうございました。ご苦労様でした。